ワークアウトパートナーの井上大我です。いつもありがとうございます。今回は格闘技エクササイズでよく使いますジャブ。このジャブの動きを行う時の前足の足の裏のどこに体重をかけることがいいのか、また足先の向きについてですね、お伝えをしていきます。では格闘技のですね、エクササイズで行いますジャブ。ジャブは前足と同じ手で前に打つというパンチになりますが、これですね、結構この重心、足の裏、どこに意識をするかや足先の向きがちょっと変わるだけでですね、変わってきますので、ちょっとそれをですね、意識してやっていきたいと思います。まず最初にスタンスですね。スタンスですが、あまりこう広すぎないようにですね、していきます。これ個人によって差は結構あるんですけど、大体の目安としましては、足腰幅ですね、開いた状態で、その幅のまま片足を後ろに下げて斜めを向くと。はい、そうするとですね、今の腰幅の状態で斜め向いた状態になります。はい、あとは実際はフットワークなどですね、してますので、この幅だいたい意識をして、あとは個人個人やりやすい幅にちょっとずつ変更していただければと思います。そして今回のですね、ポイントとしましては、打つとき、ジャブを打つとき、いくつかですね、足の形ありまして、まずは足をあまり移動しないで打つと。足の位置を移動させずに打つ方法。はい、そしてもう一つが、少し前に出しながら打つ方法。はい、こういったですね、方法が代表的なものであるんですが、どちらの方法だったとしても、まず前足の重心を置く場所は、足裏の母子球。場所としましては、この位置ですね。この位置に体重をぐっと乗せます。実際エクササイズですので、靴履いていることがほとんどだと思いますが、その時もこの母子球に体重をかけると。はい、体重をかける、そしてブレーキをかけるようなイメージです。ジャブを打つ時に、体がちょっとですね、こう前に体重を移動させる時に、この母子球でぐっと押さえる。そんなイメージで行います。で、またですね、この母子球で押さえるということは、足先ですが、つま先をやや斜め。なので、先ほどの構えた状態のまま、ちょっとですね、母子球体重かけながら、足先もあんまり正面ですね、または外向かないように、斜めにしながら、行っていただくと、しっかりとグッと体重、力が入って、そして打つことができるということにですね、つながっていきます。本当に何気ない重心なんですけど、何も考えずに打つよりは、しっかりと重心がどこに乗ってるか、一回一回ですね、確認をしながら行っていただくと、非常にジャブの精度が変わってきますので、そんな意識でですね、やっていただければと思います。はい、またですね、パンチのこう切れを出す方法については、以前、別の動画でお伝えをしております。また概要欄にもですね、貼っておきますので、ぜひですね、下半身をこう安定させた上で、さらにこのパンチの切れを出していくということを2つですね、やってみていただければと思います。はい、そしてですね、今足をこう、つま先正面ではなく横に向けるといったこともお伝えをしたんですが、これもですね、なんでこう横向けた方が力が入りやすいのかについては、また改めてですね、機会があればお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひまたその時も見ていただければと思います。はい、では今回は以上となります。ありがとうございました。